大阪府立サキス高等学校は、かつて大阪府大阪市住之江区に存在した公立の高等学校である。大阪府で110番目の府立高等学校として、1977年に全日制普通科高校として開校した大阪府立住之江高等学校を母体としている。2003年に同校を多部生単一制高校として改編し、 校地を継承する形で開校した。墨野江高等学校は2003年に生徒募集を停止し、2005年に閉校している。二部生単位制の家庭、普通科を設置していた。標準服が定められているが服装は自由であった。交渉は、波と花とかもメをかたどり、先すの海と空のイメージを表している。2014年11月21日。 大阪府教育委員会は4年連続で定員割れをしていたサキス高等学校の生徒募集を2016年度から停止する方針を決定した。サキス高等学校は2018年3月31日をもって閉校した。大阪府立高南造形高等学校にサキス高等学校の記念碑と展示ケースが設置されている。記念碑は 同校の正門を入ってすぐ右の中庭にあり、墨野江高等学校とサキス高等学校の公名プレートが埋め込まれている。展示ケースは同校の正面玄関を入ってすぐ右にある部屋にある。ありがとうございます。